スノーマンはチケット50万円超のプレミア化。一方、ワンコイン以下で投げ売りグループも、チケット転売価格が炙り出す旧ジャニーズ、人気格差の実態。先日、チケット流通サイトで、メグロハスら多くの人気メンバーが所属する、スノーマンのコンサートのチケット価格に、一時100万円超のプレミア価格がついていると話題になった。写真。 一体何が、キムタクに起きた、まさかの異変、最近、様子がおかしい、これまで、旧ジャニーズの人気グループの公演では、ファンクラブ会員向けの発売分のみで完売してしまうことが多く、一般発売はほとんど行われなかった。完売後も流通サイトや SNS 上で、高額出品されたチケットの争奪戦になるのが恒例だった。 ところが、前述のスノーマンのように高額転売が横行するグループがある一方で、ワンコイン以下、もはや、投げ売り状態にあるグループも生まれており、明暗分かれる状況となっているという。なお、転売価格にはグループの人気だけでなく、会場のキャパシティも大きく影響する。ドーム公演なら5万人。 アリーナ公演なら2万人前後を集める力がなければ、チケット余りが発生するわけだが、スノーマンは全国5大ドーム公演でありながら争奪戦になっているわけで、その人気ぶりが伺える。ある意味、転売されるチケット価格は最も正直にアーティストの人気を炙り出す一種のバロメーターとも言えるのだ。今回はその価格を比較し、旧ジャニー。 感に広がる人気格差の実態を見ていきたい。チケット価格は50万円に高騰。旧ジャニ最大の勝ち組、今一番の売れっ子といえば、スノーマン、だろう。ファンクラブ会員数は嵐に次ぐ2位の150万人と右肩上がりで、最新ミュージックビデオの、エンパイア、は、わずか1日で YouTube1000 万回再生を突破。 11月からは計13公演、約70万人動員の全国5大ドームツアー、レイズ、が決まった。旧ジャニで5大ドームツアーを行ったのは2019年の嵐が最後で、約5年ぶりの快挙となる。そのドームツアーの転売価格は、大手チケット流通サイトによると1枚あたり3.5万円50万円。 定価9700円 FC 料金税込みとプレミア化している。2020年のデビュー当初からファンクラブに入っている友人でさえ、今まで一回も当選したことがないくらいの人気です。札幌ドームは集客が難しく、有名アーティストでも埋まらないとよく言われますが、現時点で札幌のホテルは超満員。 120km 離れた足別市のホテルもすでに予約でいっぱいの状態だそう。アイドル好きではなかった人がファンになっている印象ですね。9人のメンバーそれぞれがドラマやバラエティ、アニメなどいろいろなジャンルで活躍しているので、何かしらでスノーマンを認知する機会が多いんだと思います。いかないは旧ジャニーズに詳しいファン。 開催中のツアーは絶好調だが、関西を中心に不動の人気を誇る、なにわ男子も好調だ。そのファンクラブ会員数は84万人に達し、ついに先輩格であるスーパーエイト、元、患ジャニエイトを超えた。現在は6から10月にかけて、全国9都市を巡るアリーナツアーの途中だが、10月5日、 土曜日の時メッセ、新潟のチケットは1枚あたり5から20万円という高値がついている定価9500円 FC 料金税込み。ツアーを締めくくる公演日程ということもあるが強気な値付けだ。だが今後の不安材料も見え隠れし始めているという。スノーマン、ストーンズに迫る人気で若手で次にドーム公演をするとしたら何は だと思っていました。ところが、まだ日本でドームツアーをやっていないにもかかわらず、先にアジアツアーを発表したんですよ。道枝俊介の主演映画が韓国で大ヒットして、海外での人気がすごいからだと思いますが、日本のファンは私たちのことは無視。と荒れていましたね。その上昨年末から3人連続で女性スキャンダルが報道され、 タンオリが相次いでいる状態です。このままだとドームは難しいんじゃないかなと思いますね。人気絶頂期の脱退騒動を超えて、人気絶頂でありながら、主要メンバーの平野翔や神宮寺勇太、岸優太ら3人が脱退し、長瀬連と高橋海斗の2人体制となった、キングプリンス。これまでのドーム公演からアリーナに規模を縮小し、 今年10月末来年1月にかけてツアー、リ、エラを予定している。脱退騒動でさぞ寝崩れが起きているのかと思いきや、その転売価格は1.7万から15万円程度と、根強いニーズがあるようだ。定価9500円 FC 料金税込み。2022年には4大ドームツアーを行い、 そこでもチケットが取れないほどの人気ぶりだったと思うと寂しいですね。デビュー時はスノーマン以上の人気を誇っていただけに、本当にもったいなく感じます。とはいえ、人気メンバーの3人が抜けた上、7月に高橋海人と有村霞の熱愛報道などがあったにもかかわらず十分検討していると思います。根強いファンに支えられるベテラン勢、ちなみに、 勢いに乗る若手グループの一方で手堅い寝付けがなされていたのが、今やベテラン勢となった、ニュースや、関ジャニエート改め、スーパーエートだ。かつてはそれぞれ何度もドームツアーを観光していたグループだが、その熱気も落ち着き、現在はアリーナ規模のツアーがメインとなっている。チケット流通サイトを見ると、11月まで開催中のニュースのツアーが7000円。 スーパー8のツアーは5500円と、大幅に値崩れしている状況ではなく、地方会場を除けばおおむね低下を上回る値段がついていた。それぞれ多くの脱退者を出しながらも、古くからの根強いファンに支えられているようだ。続きを読む、ストーンズ、まさかのチケット低下割れ、中堅グループは、無料で譲る、ケースも、旧ジャニーズ、 絶望的な人気格差がチケット転売価格で浮き彫りに。